やば。どうしたの、カナンちゃん。スマホを部室に忘れてきたみたい。ちょっと取ってくる。遅くなっちゃうから先に帰ってて。じゃあ。あ。よかった。あ、なんか静かすぎない？みんながいない部室ってこんなに音がないものかな。ああ、早く帰ろう。いや、この状況で音がする方が逆に怖いでしょう。気のせい、気のせい。風の音かな。怖い怖いと思ってるからそれっぽく聞こえるものだしね。あはは。カナンちゃん。いやー！カナンちゃん？どうしたの？もう脅かさないでよ。ごめんね。外も暗いし一人じゃ危ないかと思って。そうだったの。はあ、ごめん。私びっくりしちゃって。あの、私がビビって叫んだことみんなには内緒にしてね。いいよ、カナンちゃんと私だけの秘密。